カール・ヤルマール・ブランティングは、スウェーデンの政治家で、1907年から1925年まで、スウェーデン社会民主労働党の党首となり、その間3度にわたって、スウェーデンの首相を務めた。彼は普通選挙で当選したスウェーデンで、初めての首相であるとともに、社会主義を標榜するヨーロッパで、初めての首相となった。彼は、数理天文学を治め、 ストックホルム天文台の助手となったが、1884年に科学の道を断念し、ジャーナリストとなった。1886年からはソーシャルディモクラトン氏の編集者となり、1889年からスウェーデン社会民主労働党のオーガスト・パームと行動を共にするようになり、1896年に議会に初当選した。彼は、 社会民主労働党を率いて、戦争に反対し、ノルウェーとの同盟関係を保ち、1905年に、危機が起きた時には、ノルウェーに手を出すな、王よ。というスローガンを掲げた。社会民主労働党は備蓄の召集に抵抗し、戦争に対するストライキを行った。彼は、エドアルト・ベルンシュタインによる、マルクス主義の修正を受け入れ、社会改良主義者となって、 資本主義から社会主義への平和的な転換を主張した。彼は労働者が選挙権を持てば議会においてこれが達成できると信じた。ブランティングは1917年のロシアの2月革命を支持し、メンシェビキの前身に加わってアレクサンドル・ケレンスキーの政府を支持した。同年に10月革命が失敗に終わった時には彼はボルシェビキを非難した。 また1917年にはスウェーデン社会、民主労働党が分裂した。青年部と革命を進めようとする勢力が抜け、ゼス・フグランドを党首として左翼党を結成した。この党はすぐに共産主義政党となった。ゼス・フグランドは後に2巻に及ぶブランティングの伝記を書いている。ブランティングは首相としてスウェーデンを国際連盟に加盟させた。 フィンランドがロシアから独立した後に、オーランド諸島がスウェーデンに引き渡されるべきかという、問題が持ち上がった際には、彼はこの問題を国際連盟に預けた。彼は1921年に国際連盟に対する貢献により、ノーベル平和賞を受賞した。ありがとうございます。